家中が和やかになる。良寛さんが寺吉重の家に二晩泊まりました。その間、家の人々はみんな自然と和やかな気分になり、穏やかな雰囲気が家の中に満ち足りました。良寛さんが帰られた後も、数日の間は家人たちはおのずと仲良くなりました。良寛さんと一晩会話するだけで、胸の中がすがすがしくなることを覚えました。良寛さんはことさらに仏教の教えを説いたりはしません。台所で火を焚いたり、座敷で座禅をしたりするだけです。良寛さんの話は、難しい自分のことや、人としての生き方などという教訓じみた話ではなく、日常生活に伴う平凡な話題でしかありません。良寛さんは、悠々としているだけで、特別なことをしているわけではありません。ただ、良寛さんの人徳が、接する人々に良い影響を与え、気持ちを和やかにするだけなのです。この逸話には注釈があります。悠々とは、良寛さんがよく漢詩に使う言葉で、無心になってゆったりした様子を表す言葉です。